思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダムシード。ストライクダガー。ストライクダガーとは、開戦当初からザフトのモビルスーツにやられっぱなしだった地球連合軍が、ストライクのデータをもとに、戦時量産型として急増したモビルスーツなんだよね。まあ、ガンダム名物のジムナコなんだけど、味方だったり敵だったりする上、アストレイシリーズよりジム集が素敵なんで、二度おいしい量産メカなのだー。アークエンジェルのみんながなんやかんやしているうちに、いつの間にか連合軍の虎の子として量産配備が完了しちゃってたんで、びっくりしたものだよ。まさに、全国のジムマニアが歓喜した瞬間なのですよ。とにかくモビルスーツの頭数を揃えようってんで、機体各部の徹底的なデチューンが施されてるのが特徴なんだ。要は、安価な部品を使って生産性を上げているってことだね。それでも、結構性能の良いビームライフルやビームサーベル、大ビームコーティングされたシールドを装備してるんで、この機体が投入された時期のザフトの主力モビルスーツだった、陣屋支部を圧倒できたのさ。本家のジムよりは一方的にやられずに、頑張っているシーンが多かったものだよ。大量投入を前提とした戦力では、ザフトのゲイツと同程度の評価みたいだね。フェイズシフト走行？何それ？ストライカーパック？いらないいらない。頭部の機関砲？一機あれば十分でしょ。みたいな感じでどんどん装備を削っていったんだけど、EMP、つまり、電磁パルス対策をやってなかったのが裏目に出て、ザフトの軍具ニールが発生させた電磁パルスで、機体が行動不能になっちゃったんだー。ここはストライクダガー屈指の名シーンだね。ザフトの陣に殴り殺しにされちゃう時の演出が、恐怖感満点でいい出来でしたぜ。本当にね。このシーンは、モブキャラ同士の戦闘シーンが秀逸なんで有名なシーンだね。ガンダムシードの見方が良い意味で変わると思うんで、家族で見ようね。お兄さんとの約束だー。キットの値段は400円。コレクションシリーズでは、プロポーションの破綻が少ない名キットとして人気のキットだったんだよね。相変わらず、肘や膝などをミットされた部分が多いんだけど、キャラ的にはそういうメカなんで、いい感じだったよね。当時は、どうせハイグレードで出るだろうからまあいいや、とか思ってたんだけど、まさかまさかのハイグレードシリーズでのキットかもオミットされるという、衝撃の展開だー。パないねー。てか、バンダイさん何考えてんの？この子は出さなくちゃダメでしょ。まったくもう。その後キット化されたのは、105ダガーとかいうホビージャパン出身の書籍キャラ。しかも、後々ストライクダガーの設定にまで食い込んでくる始末だよ。まいったねー。そんなわけで、このキットが唯一のプラモデルなわけだー。もう出来がどうとか言ってる状態じゃねえよ。これしか出てないんだからねー。量産機なんで数を揃えたいところなんだけど、もうお店に売ってねえぜ。コレクションシリーズなんで、プラモデルの再販なんてあるわけねえ。オークションのやつは当然プレミア化してるのだー。やっぱり古いキットはある時に購入しておかないといかんですよ。まったくね。